スプリトイコールダルマチア軍は、クロアチアのダルマチア地方に位置する軍。軍とはスプリト。地理的には、スプリトイコールダルマチア軍は三つに分かれる。一つは、標高の高い内陸部であり、多くのカルスト地形のある大地が続く。もう一つは、細長い沿岸部であり、人口の多くが集中する。そしてもう一つは、島所部である。 ディナルアルプス山脈の一部を構成する山々があり、ボスニア・ヘルツェゴビナとの国境となっているディナラのほか、コジャク、モソル、ビオコボなどの山々によって沿岸部と内陸部が隔てられている。中心都市のスプリトはクロアチアで、第二の都市この地方の主要な経済活動は観光である。製造業や農業は縮小している。スプリトイコールダルマチア軍からは、スプリト、ザダル。 カルローバツ、ザグレブとを結ぶ高速道路や、リカと結ばれる鉄道によって、他の地域と結ばれている。スプリトカシュテラ国際空港は、夏季には、観光客のチャーター便が多く出入りしている。ブラチチ島には小規模な飛行場もある。内陸部では、主要な都市としては、シニ、イモツキ、ブルゴラツがある。沿岸部では、最大都市のスプリト以外では、トロギル、オミシュ、 マカルスカがある。島諸部では人口流出によって街の規模は縮小しているものの、主要な街としてはブラチ島のスペタル、フバル島のフバル、スタリーグラード、ビス島のビス、コミジャなどがある。2001年の国勢調査によると、スプリトイコールダルマチア軍の人口は463,676人である。クロアチア人が絶対多数を占めており、 その人口比率は96.30%である内陸部の都市、市に、世界遺産にも登録されている沿岸部の都市トロギル、沿岸地方南部のオミシュ、沿岸の観光都市マカルスカ、ビス島の中心、ビス、フバル。フバル島は観光地として夏季には多くの人が訪れる。ダルマチアの名はイリュリア人の氏族、ダルマタエに由来し、この部族は、 紀元前1000年期にアドリア海沿いに居住していた。紀元前4世紀から紀元前220年代のイリュリア戦争までの間はイリュリア王国の一部となった。紀元前168年、共和制ローマがネレトバ川井南に保護領を設置した。ダルマチアという地域故障は紀元前2世紀中頃にネレトバ川からクルカ川までの間の地域を指して、 使われ始めたものと考えられる。その後、紀元前32年から紀元前27年にかけて、イルリクム族州が公式に設置されるまでの間に、徐々にローマ帝国の所領となっていった。ダルマチアはローマ帝国のイルリクム族州の一部となった。西暦紀元後9年、ダルマチアではパンノニアと共に最後の大規模な放棄が起こったが、放棄は 最終的には鎮圧され、10年、イリュリクム族州は南北2つに分割され、パンノニア族州とダルマチア族州となった。パンノニアとダルマチアは内陸部に拡大し、ディナルアルプス山脈やアドリア海東岸の大部分がその領域内に入った。ダルマチアはローマ皇帝ディオクレティアヌスの生まれた地であり、彼の陰性の地としてスプリトにディオクレティアヌス宮殿が建造された。 スプリトイコールダルマチア軍は16の都市と39のオプチナから構成される。都市とオプチナは共に軍の会に属する同じレベルの自治体であるが、一般に都市の方が規模が大きい。軍の長官はクロアチア民主同盟のアンテサナデルである。軍議会には51の議席があり、その内訳は以下の通りである。ありがとうございます。